はい、5番でございます。日本武道学者の吉田です。今日もですね、いくつかの質問をいただきましたので、それについて答えていきたいと思います。本当にね、何を説明していいのかわからないときにこういう質問していただけるとね、質問の内容によってはね、ずいぶん視聴者の方も限定されるでしょうけれども、こちらとしてはね、すごく説明がしやすいっていうか、その疑問に答えるのに私も多分勉強になるんじゃないかなと思っています。今日の質問が珍しくね、最近結構ポツポツと剣道の方、ゴルフの方ね、いろいろと質問いただけるようになりましたので、ぼちぼち答えていきたいと思います。まず最初にですね、胸の落とし、以前ゴルフの方からですね、こうどういうふうにして落としたらいいのか、胸の落としっていうか、こうどういうふうにしたら肩甲骨が落ちやすいとかね、そう言われた時に、ポンってだるま落としっていうんですか、でここの部分をちょうどポンって抜かれたようにふっとこう落とす、それによって脱力っていうのが少しイメージできやすいんじゃないかなっていうことをアドバイスしたんですけれども、それと似たようなことでですね、瓦割りですとか剣の振り下ろしのような上下に力を動かせる動作の概要コツなどがあれば、動画で拝見させていただきたいという、リクエストがありましたので、それにまず答えていきたいと思います。瓦割りですとか剣の振り下ろしっていうか、上から下に、働かせる動作のコツについてですね、そのうち私 の, 昔ね、古い今日やってきたんですけど、PHS のものね、ちょっと今ね、動画に上げるのにはちょっと編集してもらわなきゃならないっていうの、今日電気屋さんに行ってね、昔の氷割り、何段だったか忘れたかね、十何段のやつをちょっと氷乗せれないかなって、9段かそのぐらいかな、不安定な問い箱の上にこうやって金乗っけてバーンとこうね割ったやつですとか、あと自衛隊の演武会かな、何百人、400人かそんないた時に、この厚い氷とかね、そういった割ったのをもうビデオ古いんだよね、今それを DVD に焼いて、それを YouTube にちょっと上げようかなと思って、今日電気屋さんに行ってきましたんで、その時もそういうのを見てもらっても、ね、膝の抜きですとかそういったの分かるんじゃないかなと思います。質問に戻りますね。瓦割りとか、まず瓦割りですとか、下への力の入れ方、これはもうここに物、物がある、例えばここに瓦あるとか氷あるとか何でもいいんですけども、これ人間でもいいんです。上から下に下ろす時っていうのは、一番気をつけなければならないことは、ここの相手との空間作らないことだと思います。そうだな、だからこう構えてて、こう振る、剣道の場合はこっちですけどね、振るときに間違ってもここに空間できるってことは、相手との空間が広がるってことは、股関節が下がるってことですね。ですからこう刀をまっすぐ振るときでも、こう振って股関節が少しでも下がると体重は乗らないって、その時にまっすぐスッとこうちょっと前に出るくらい、股関節前だから膝のコントロールが一番大切じゃないかと思います。こうなってきたときにこうですね、若干もう体重乗ってしまったら若干下がるのは構わないと思うんですけど、あくまでもこの状態でいきなりこういう動作で叩くと思うと、一見すごく力が入っているようには見えると思うんです、パワフルには。でも現実的にはこうじゃなくて、この方がバンと体重乗っていくとは思います。ですから私も瓦割りとか最近やらないですけどね、瓦ですとかね、氷割るときはここからこうですね、これが下がらない、こう少しでもこれが前に出るように膝を抜いていきます。この前の膝の抜き、これが大切ですね。ちょっとでもこう下がってしまうと、これは力に頼っちゃうんで、
これが膝を抜くっていうんですか、こうパッパッとこういう感じですね。剣道でも同じだと思います。剣でもこう、例えばこう振って、あの剣道でこういうのがありますよね。この時も必ず前前前、決してこう、これはやらないですね。股関節を前に出すための膝の抜き、それとこのこうはならないよね、スッとこう自然に肩を落とす。さっきほど言いましたように、このだるま落としみたいなポーンと抜くような感じでふっとこう抜いていく。これが同時に、そしてあごのこの腰、この時に膝から上の体重を一緒に使うってことを意識するためには、やっぱりここの腰のブレがあっちゃダメなんですね。あの他のビデオコンテンツでもやってますけども、ここをタルにする、つまり膝からここまでを一つの固定されたものとしてこうコントロールできるようにする。つまりここで腰でこうブレがあっちゃダメだってことです。これは一つのものにした。あと股関節を下げない、後ろに下げない、その前に出すために、あとはここで全部こうこうこう皮がでもあったり、こういうふうに叩く時でも、この時も下げない、膝を前にスッと抜くようにして体重ボンとかけるというやり方になりますね。あとはですね、次の質問ですけど、洋服同等の圧をかけるとき、呼吸はどのように意識したらよろしいでしょうかと。それはですね、洋服同等の圧をかける、前回も簡単に、前回も説明しましたけども、洋服同等っていうのは腰と腹を、要はこっちからこっちが同じ力で圧をかけるということですね。それでなぜかというと、前回も説明しましたけれども、腰が強ければこっち側の張りが強ければね、当然こっち前傾になります。こっち側に圧力が強くなれば当然腰が反ります。それがないように洋服同等ですから、股関節をこれでロックします。この洋服同等でグッと締めて、もちろんここはオルゴカマの形ですね、これをグッと。で、これが、あの、質問、あ、違うか。これが腰痛の予防にもなります、当然。あの、なんでかって言ったら、腰をこう反ってると、積み木見たくなって、ここの反りが強ければ強いほど、片方が、こうなってる、片方がこうなりますからね、ここの神経ね。この椎間骨とこの神経出てる穴から神経出てるのを圧迫する形になって、引っ張られる形になるので、こうね、こうなる、こういう積み木になりますから、当然多分なるべく背骨まっすぐにしていくと、ここの後ろの神経出てる穴が圧迫されないと。だから平べったく圧力を確認するって、できるだけ。もちろんこの S 字は S 字の意味があって、重力にね負けないように S 字のカーブっていうのはあるんですけれども、それもちょっと今カーブが強くなりすぎてるっていう嫌いがありますね。で、腰反りが多くなってきてる。腰反りは可動域は広い、腰反りは可動域が広いっていう利点プラスマイナス点。このグッとうんこ我慢の姿勢で洋服同等やると、可動域を狭くなるっていう、ある意味マイナスプラだけども、それがプラスに働くって方が多いです。腰痛予防にもなるし、ただ動くためには、体重をかけるのには、股関節もロックされて、あと膝のコントロールで自分の体重を相手に乗せていくことができるということですね。だから、その、ちょっと話戻しますね。呼吸はどのようにしたらいいかね。それちょっと段階によって違うと思うんですけども、私が練習したのは、とりあえずこうやってって、空手の三鎮ですとか、天照ですとか、そういったもので私は練習したんですけども、最初はやっぱりこの
こう例えば横から見るとふーっと足の裏めがけて呼吸を落としていくっていう練習しました。で最初は足の裏じゃなくて私がやったのはねこの丹田を意識したんです。呼吸を買う丹田でも丹田を意識すると一段階上に来やすいんですね。いや私だけかもしれないです、私が下手くそだっただけかもしれないんですけれども、丹田を意識でみんな丹田丹田ってね、私も若い頃丹田っていうのは何だかわからないですけど、今はね丹田っていう本は書いてますけども。そうだ、これね丹田を作るとか丹田を使うってね、私の希望したタイトルは丹田とは何かだったんだけども、出版社でこんな風になりました。読みやすい本なのでね、もし読んでない方がいて気になる方がいれば、こちらの方を参考にしていただければと思います。で呼吸は最初ですね、こうはーって吹いて丹田に意識すると胃に溜まるんですよ。どうしても私だけかもしれないですけど、何度も言いますけど、それでこう胃に溜まってしまってちょっとでもこう力みがあると全部胃に溜まって胃酸過多になったり食欲不振になります。ですから私の経験から言わせると咽頰部ね、ちょうど金滴と尻の肛門の間に意識を持ってってはーって落とす、するとちょうどへそから丹田あたりに意識が行きやすいなという経験上はそんな感じですね、私の場合は。吸った肺にたまる、そのまま吸うと落として、これも脱力でたらっとここを抜かすぐらいの感じね、だるま落としてここの部分がポンと抜かした感じでふーっと落としていく、肩甲骨も全部落ちますよ、スーッと落としていく。その時に洋服等々の圧がかかるように咽頰部ね、肛門と筋肉の間に呼吸をふーっと落としていくっていうのが最初です。それを繰り返してやっていくことによって、だんだんもう意識ちょっと意識するだけでスッと落ちるようになって、今私はもう足の裏しか考えてないですけどね、まあ、ちゃんとできてないですけどね、でも足の裏の方を意識してます。ほとんどスッと構えた時に足の裏に向かって、で大体重心は私の場合はそうですね、太ももぐらいこの辺まで落とすようにしてこうスッと構えるようにしてます。ここっていうよりも実際ここで動くんだけども、意識するっていうか重さ感じるのは大体部ぐらいで、その時足の裏に向かって呼吸をふーっと落としてるっていうのが実際です。はい、そしたら今日はこんなものですね。はい、それではまたね、質問の方何かありましたらよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。